ゆっくりと回転を始めました。この蒸気機関車は C57-135号機といい、 C57 形式という兄弟の135番目に生まれた機関車です。 C57 形式はおよそ80年前にお客様を乗せた客車を引っ張る目的で登場した蒸気機関車で、昭和22年までにおよそ200両が作られました。この C57-135号蒸気機関車は昭和15年に神戸で生まれ、最初は群馬県の高崎機関区に配属され、主に高崎線などで活躍をしていました。鉄道博物館のある埼玉市を走っていた大変ゆかりの深い蒸気機関車であるといえます。その後、北海道へ渡った C57-135号機は、昭和50年12月、ついに引退の日を迎えます。この際、北鉄の蒸気機関車としては、最後の旅客列車を牽引した記念の車両として、東京神田の交通博物館に末永く保存されることとなりました。しかし、皆さんもご存知のように、交通博物館は惜しまれながらも平成18年に閉館となり、この C57-135号機を後世へ保存する役目は、新たにここ鉄道博物館が引き継ぐことになりました。それではここで開会の汽笛が鳴ります。大きな音にご注意ください。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。
最後までご観覧